プララ杉田は、神奈川県横浜市磯国杉田一丁目の再開発ビルで、京浜急行、杉田駅の駅ビルである。本再開発以前は、杉田小学校付近から杉田駅前にかけて、戦前から続く杉田駅前商店街のアーケード街があった。百七十九年、衆議院議員、佐藤一郎の発案により、杉田駅、新杉田駅の再開発ビルを、 各、両駅を結ぶ杉田商店街を軸とする、2各一軸構想が始動1981年には、地元の代表や、有識者による、杉田駅東口再開発準備組合が発足した。キーテナントの選定にあたり、準備組合側は、大英伊藤洋華堂、声優など総合スーパー10社の誘致候補をリストアップし、 スーパー側の出店計画に合致した東急ストアの進出が決定した。京急沿線ではあるが、食品を主体とした京急ストアは候補に含まれなかった。1987年9月に都市計画決定。1988年1月に事業計画認可。1990年9月に着工した。施設名称は杉田がかつて杉田梅林を有する。 梅の産地であったことから、梅イコール、プラムと、海遊性をイメージする、プラプラを合わせて、プララすぎたと命名された。本ビルは1993年4月に竣工。新すぎた駅前の再開発ビル、ラビスタ新すぎたの竣工は、2004年9月であった。パティオ広場1階北側にキーテナントの東急ストア、1階南側と2階3階には、専門店が入る。 2階と3階の中間層で杉田駅の改札外と接続する。4階には杉田地区センターとスポーツジムが入居する。1階中央部には3階まで吹き抜けのパティオ広場があり、聖歌詞や地元児童の演奏会などのイベントが開催される。地下1階は60代収容の有料駐車場がある。建物上層部は横浜市住宅供給公社の12階建て。 倉庫数74個の分譲住宅、プララスぎたステーピアとなっている。ありがとうございます。